まあ、人生に意味はない、まあ、そのぐらいで考えた方がいいですね。まあなんかね、自分の人生を意味付けしたりね、なんかさもドラマチックなことが起きたようにこう振り返りたがるんですけどもね、確かに隣の人に言わせれば興味ないでしょうね、きっとね。自分の中で勝手に盛り上がってるだけなんで、まあ、意味がないということですよね。まあ、ましてや他者にね、人生の意味を求めるのもまあどうかしてるんですよね。それ自分で決めて、その決めた人生をまあなぞっていきゃいいんじゃないかなと思うんですよ。そしてそれは変更もあるんで、うん、まあ、そもそもその何、人は終わらないとわからないんでね、人生終わった時にやっと完成するんで、生きてる以上は未完成なんですよね。だからどこにもたどり着いてないんですよ、生きてる以上。妙な感じですよね。まあ、昔ね、こういう言葉があったんですけどもね、まあ、言葉なんで今でもあると思いますけども、そのずっとね、なんかこう夢を見ていたんですって言うんですよ。ずっと夢を見ていろんなところをまあさまよっていたと。でも今現実が目の前にやっておられたと、まあ、死ぬっていう現実だけが唯一自分を目覚めさせてくれるみたいな、ね、ああなるほどなと、確かになと、そういうところあるなと思ったんですよね。まあ、この言葉の意味っていうのはそれからつ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 らとねすごく長いんですけども、なんて言いますかね、まあ何者でもないわけですからね、お互いに。もしかしたらね、それは犬猫豚の方が役に立ってるかもしれないですよ。私たちはなんかいつの間にかね、あのその他の動物とかとね同列に並べられると、なんかこう悔しかったり侮辱された気になりますけども、例えばね、最近でもありましたよね、芸能人の方がどうとかっていうのが、ちょっと詳しくは知らないんですけども、誰かを豚に例える言葉を使ってオリンピックとか言ってたらしいんですよね。もちろんそれは個人に対して他者がね投げつければすごく侮辱的なことになるんで、やるべきではないと思いますけども、いやそもそも人間を豚に例えたら豚に悪いだろうみたいなね、なんでいつの間にか人間が価値あるものになってるんだみたいなね、そんな考えもあったりするわけですよ。なんかね、なんですかね、人間様の方がやっぱね偉いんですかね。豚に言わせればね、あの人間なんかが俺たちのあだ名つけんなよとか言われてね、格下に見られてるかもしれないですね。で、地球さん地球さんって、豚と人間どっちを生き残らした方がいいって地球に聞いてみたら、いや人間一刻も早くいなくなってほしいよねと、うん、地球が生み出した作品の中で最悪の失敗作だよって言われるかもしれないですね。人間だけは間違ったみたいな。まあそんなこともあったりなかったりなんですよね、きっとね。あ、全然関係ないんですけども、あの国会面白いんですよ。あの武田総務大臣っていうのが自分のね部下になんかその答弁させるときに、こうなんかね、こう記憶にないって言えって指示出してるんですよ。それがなんか録音されてて、それでね、何国会の答弁に部下に対してね、なんかこう答弁求められているのに記憶にないと言えみたいな、そんなこと言うのはないでしょうかって怒られて、いや私無意識にそんなこと言いましただけねとかってかね、あ確かに言ってるみたいですけど、これ完全に無意識でさ、なんかぼーっとしてて言っちゃいましたみたいなね。すごいですね、もうね。まあ、こんな感じなんですよ、人生は。一生懸命真面目に生きてても、うん、やっぱりね、こういう風にね、うん、言い逃れちゃう人が勝つというね、うん、すごいですね。もうなんか、国会、最高機関ですよ、国の。そこでの証言は、偽証にも問われるわけですよ。それこそ言葉の一つ一つが重大な意味を持ったりで、もう政権を揺るがしたりとか自分の身体にこあの関わるのに記憶にないって言えって指示を明確に出して、それがね国会の中継で録音されて放送されて、で蓮舫さんとかが武田総務大臣、何あれ記憶にないって言えって指示出したんですかって言ったら、いや言ってないですよって、これを聞いてくださいって言ったら、あ確かに言ってる、これなんだ無意識に言っちゃったんだみたいなね。で武田総務大臣に、あなたは会食したんですかって言ったら、いや記憶にないですとかね。すごいですね、なんかね、もうそれで済んじゃうというね、うん、だからなんかこうあれじゃないですか、政治家さんって一応ねご立派な大学出て頭いいはずなんですけども、なんかね記憶にないわけですよ。全員認知症なのかなと思うんですけどね。
これはこの記憶の悪い人がねこぞって国会にいるわけですから、俺でもできそうだなみたいな。いやこれなかなか面白いですね。いや面白いんですけども、ここで決められたことがね我々の暮らしをね圧迫してるってことを考えたらもう笑えない状態の連続ですよ。いってらっしゃい。